2019年7月3日より好評放送中の TV アニメ「ダンベル何キロ持てる?」の1から3話の一挙振り返り放送が7月23日火曜日に ABEMATV にて行われることが決定した。コミックアプリ「漫画1」小学館にて連載中の「ダンベル何キロ持てる?」はサンドロビッチ・ヤバ子さん原作の肉体改造を題材とした筋トレ漫画、作画はバーンさん。太り気味を友人から指摘された食べることが大好きな女子高生さくら響がダイエットを始めるべくトレーニングジムに行き、そこで同級生のカリスマ美少女生徒会長増留院明美と出会い、次第に筋トレの世界へ足を踏み入れていくという物語。アニメのメインスタッフは、多田くんは恋をしないや、月刊少女野崎くんの山崎光恵さんが監督を務め、シリーズ構成、脚本は下文彦さん、キャラクターデザインは菊池愛さん、そしてアニメーション制作を動画工房が担当する。あるある、JK 筋トレ漫画、ダンベル何キロ持てる?が、TV アニメ化決定。ファイルーズ・アイ・アマミーやタカシが出演あるある2019夏アニメ。今回7月23日火曜日に ABEMATV にてダンベル何キロ持てる?の1から3話の一挙振り返り放送が決定した。すでにアニメを視聴中の人もこれからの人もこの機会に話題沸騰中の本作をお楽しみいただき、ぜひ一緒にライスバルクしていただきたい。また翌日の24日水曜日に放送される第4話のあらすじと予告映像も先行公開された。夏休みを迎えた響きたち、ジムが休みの日には明美の豪邸でトレーニングをしたり、みんなで海へ遊びに行ったりと盛りだくさん。どうぞお楽しみに。配信情報、ダンベル何キロ持てる?第1話から第3話振り返り配信 ABEMATV にて1から3話一挙振り返り配信が決定。配信日時、7月23日火曜日22時。あらすじ先行カット。第4話、夏休みいいことあった?スタッフ、脚本、下文彦、絵コンテ、吉川博明、演出、野木森達也、作。ジムが休みの日は明美の自宅に招かれ、その豪邸ぶりに目を見張る。夏休み後半にはみんなで海へ。だが、せっかく訪れたビーチには遊泳禁止の立て札が。第4話予告映像、ウェブ限定。作品情報、継承略、あらかじめご了承ください。イントロダクション、放送響きヘリップ、アッテリップ、お前また太った。食べることが大好きな女子高生さくら、響き、さくら響きの心に突き刺さった友人の非常な一言。金曜日14時30分から毎週日休みまでに絶対に痩せてみせるとダイエットを決意した響きだったが、一人ではまともに運動も続けられないでいたらく。こうなったらと響きが足を運んだ先はトレーニングジムだった。そして入会したジムで同級生のカリスマ美少女生徒会長増留院明美と出会った響きは、深くて楽しい筋トレの世界へ足を踏み入れることに。ヘリップ。スタッフ、原作、サンドロビッチ・ヤバゴ、作画、マーン、小学館、漫画案連載中監督、山崎光恵シリーズ構成、脚本、下文彦キャラクターデザイン、菊池愛アニメーション制作、動画工房制作、シルバーマンジム、キャスト、さくら響き、ファイルーズ・アイ・総流院明美、
天宮天上原さやか、石上静香ジーナボイド、東山奈緒立花里美、堀江由衣町尾スネー宮津子、石川海人ナレーション、源田哲章。原作情報、コミックは。すでにアニメを視聴中の人も、これからの人も、この機会に話題沸騰中の本作をお楽しみいただき、ぜひ一緒に、ナイスバルク、していただきたい。翌日の24日、水曜日に放送される第4話のあらすじと予告映像も先行公開された。夏休みを迎えた響きたち。夏休みまでに絶対に痩せてみせるとダイエットを決意した響きだったが、一人ではまともに運動も続けられないでいたらく。友人から指摘された食べることが大好きな女子高生さくら響がダイエットを始めるべくトレーニングジムに行き、そこで同級生のカリスマ美少女生徒会長総流院明美と出会い、次第に筋トレの世界へ足を踏み入れていくという物語。アニメのメインスタッフは、多田くんは恋をしないや、月刊少女、野崎くんの山崎光恵さんが監督を務め、シリーズ構成、脚本は下文彦さん、キャラクターデザインは菊池愛さん、そしてアニメーション制作を動画工房が担当する。JK 筋トレ漫画、ダンベル何キロ持てる？が TV アニメ化決定。ファイルーズ・アイ・アマミヤ・タカシが出演あるある2019夏アニメ。今回7月23日火曜日にアベマ TV にてダンベル何キロ持てる？の1から3話の一挙振り返り放送が決定した。休みの日には明美の豪邸でトレーニングをしたり、みんなで海へ遊びに行ったりと盛りだくさん。どうぞお楽しみに。配信情報、ダンベル何キロ持てる？第1話から第3話振り返り配信アベマ TV にて1から3話一挙振り返り配信が決定。配信日時、7月23日、火曜日。22時。あらすじ先行カット。第4話、夏休みいいことあった？スタッフ、脚本、下文彦、絵コンテ、吉川博明、演出、野木森達也、作。休みの日は明美の自宅に招かれ、その豪邸ぶりに目を見張る。夏休み後半にはみんなで海へ。だが、せっかく訪れたビーチには遊泳禁止の立て札が。第4話予告映像、ウェブ限定。作品情報、継承略。TV アニメ、ダンベル何キロ持てる？放送情報、アット X 東京、MXKBS 京都、サンテレビ他にて放送中。アット X、毎週水曜日22時30分、リピート放送、毎週金曜日14時30分から毎週日。はじめご了承ください。イントロダクション、響きヘリップ、ヘリップ、お前また太った？食べることが大好きな女子高生さくら、響き、さくら、響きの心に突き刺さった友人の非情な一言。さくらと響きが足を運んだ先はトレーニングジムだった。そして入会したジムで同級生のカリスマ美少女生徒会長総流院明美と出会った響きは、深くて楽しい筋トレの世界へ足を踏み入れることに。ヘリップ、ヘリップ、